ちは。こんにちは。さあ豊さん、はい、新庄監督が CS 進出を決めて2位確定をした、あれ試合の最後挨拶でしたっけ、本拠地で のその時に異例の呼びかけということでレイエスと、はい、マルティネス選手、皆さん残ってほしくないですかとこうファンに聞いて、ぜひ残留に向けて皆さん運動してくださいと、働きかけてくださいという異例の呼びかけを行ったのが非常に話題になってまして、そのぐらいまあ選手のことを思っているというか、これからもちろんあの球団との交渉だったりとかどうなるかわからない上で、こういうことって今までなかったですよね。まあなかったし、はい、まあ、新庄監督は残るっていう前提でもこれはやってたね。でもそう考えててもそれをやってくれて会場がざわつく、はい、拍手する、うん、声援を送ってくれる、うん、それだけでも選手って嬉しいよね。あの必死に清宮選手がおそらくレイエス選手に通訳をして、うん、今新庄監督が何を話しているのかっていうのを話してたんですよ、うん、そこで多分レイエス選手も気づいてるとは思うんですけど、うん、やっぱりまあ、嬉しいですよね。そんな話になるとは思ってないので。まあそうだね、うん、まあ、だからやっぱ心を動かすというかさ、はい、でレースも、うん、まあ、この前新庄監督と話をしたらね、うん、まあ、一番良かったのはレースをファームに落としたことで、ファームに落ちてどういうふうにするかなと思ったら一生懸命やったと、はい、時を見てあげたと、うん、で打ち出したと、うん、であれがやっぱり一つのうちのチームのポイントだったと、うん、でその後にレースに打ち出したから選手に教えてやってくれと言ったらしいんだよ。打撃をですか、うん、はい、そしたらやっぱ教える代わりに、うん、やっぱ自分もしっかりやらなきゃいけないということが芽生えたと、うん、だその芽生えが2位に躍進することになったし、はい、まあ、レースが覚醒することになったと。すごい。だからもうね、それはね、新庄監督が計算してるんだよ。すごいですね。いや、すごいんだよ、本当に。いや、だからファンも巻き込んで、うん、呼びかけるっていうのはすごく選手にとっては心も動くし、うん、まあ、残るって決めてたけど喜んでみたいな、うん、ほとんど居酒屋状態だよ。喜んでみたいな。喜んで。まあまあそういう風になるんだと思うよ。なるほど。新庄監督は今自分の身体をまだ明らかにしていない、球団からは続投要請来てる。やるにしても、もし変わるにしても、体制が変わってもレイエス、マルティネスは今の日本ハムに強くなるために必要な選手だからっていう球団への訴えかけもみんなでしていきましょう、まあそうだね、っていうこともあるんですかね。そうだね。チームを考えてるよね、うん、だ自分が去る去らないのは別問題として、うん、やっぱこの2人はチームにとって絶対 大切な戦力だからということは、うん、まあ、新庄監督はもう優先的に考えることなんだよね、うん、だからこれは日本ハムに対しての思いだよ、うんうん、だから残ってもらわなきゃ困るという、はい、で新庄監督はどういうふうに自分を置いてるかというと、うん、俺の予想では格好悪かったらやめないね。え、格好悪かった、だからクライマックスで格好悪いような負け方だとかしたらやめないと、うん、はい、でも格好よくなったとしたら、うん、僕の仕事はこれまでですみたいな形でやりそうだろ、優秀の美飾りそうです。そうだよね、うん、だから多分そうだと思う。そうか。でやっぱり新庄監督とこう話した時に、うん、僕の人生もあるからって言わ言ってた ね、 そうですね。かっこいいよな。でも、うん、それだけの慕ってくる人間たちだっているわけだから、はい、その人とのたちのためにもっていう、うんうん、っていうことは考えないかって言ったら、いやそれは考えますと、はい、まあ、だけどまずはやっぱり自分の生き方、うん、心情っていうものがあるんで、うん、まあ、それが優先します。なるほど。そうか。だからかっこいいやめ方を望む、うん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 、やっぱり新庄剛志はかっこよくなきゃダメなんだ。うん、いやそれはそうだと思います、まあ、そうそうだな、うん、あとは分からないですけど、例えばレイエス選手だったりマルティネス選手とか他球団がもしかしたら、ね、ちょっといい話を持ってくるかもしれないし、そういうのがあってもやっぱりファンのこれぐらいの熱さがあればそこはもう関係なく選手たちが気持ちよく残ってくれるとか、そういうことも考えたりもあるんですかね。まあ、うん、最大のせいじゃない、うんうんうん、これだけ必要としてるんだよっていう、うん、お金っていう部分はもう球団とか、うん、まあ、他球団の球団がどういうふうに用意するかっていうのは分からないけども、うん、やっぱ誠意だよね、うん、
だから誠意って人の心って動いてくるじゃん、はい、まあ、お金でも動くけど、うん、まあ、残る交差の方が絶対強いと思うけどね。ですよね、うん、あの中でやっぱり自分たち2人のことを言われてるって本人たち思ったら、うん、そりゃ嬉しいし残りますよ。もう絶対人の心の掴み方とか動かし方ってやっぱりすごいなって。いや、やっぱね、計算もしてるけど素直な部分もありますよね、うん、自分がどうされたら嬉しいとか。そうだな、うん、だから人の立場に立ってものを考えて、うん、じゃあどうされたらいいんだっていうのを、まあ、深くよく考えてる監督はね。そうですね、もうすごいよ、うん、本当にもうやられましたみたいな一本取られました、もうそんな感じになるよ。そうですよね。だからもう新庄監督と話をしてて もう納得することが多いよ、うん、まあ、応援したくなるな、はい、とにかく前に行くから、うんうん、挑戦していくから、うん、もうマイナス思考でもないし、はい、頑張ってってもう最近言わなくなった、うんうん、楽しんでって。ああ、もうそうなんですね。もうそう、うん、そうしたら楽しみますって、うん、頑張ってて、いや頑張らないです、楽しみますって。そう、楽しみますってずっとで、うん、そうだな、言ってますもんね、うん、だからチームっていうのはマルティネスもレースも、うん、俺初めてだと思うんだよね、うん、こういう監督っていうのは、はい、だからやっぱり人間的な魅力も含めて残ると思う、うん、あの去年山崎達也投手がオリックスから FA で出た時に最強球団行くんじゃないかって言われてる中、日本ハムを選んだ、そこにはやっぱり新庄監督だったりその言葉どうしても必要なんだっていう、それをすごく感じて、まあ、誠意だよな、はい、日本ハムに行くことを決めた。実際話をね聞いたら、うん、森内が言うように、まあ、そういうことで1回目の交渉、2回目の交渉、もうどん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 引き込まれていったっていうようなね、うん、まあ、話も聞いて、それで決めましたというようなことだったので、やっぱ誠意っていうのはすごく大事だな、うん、そうですよね、まあ、大事なのは分かってるけどさ、うん、やっぱどういう誠意を見せるか、うん、どういうところでその誠意を伝えるか、うん、見せるか、はい、まあ、それでやっぱ人の気持ちっていうのは全然違うような気はするな、うん、もちろんね金額とかもあるでしょうけど、金額以上のものがそこには絶対存在しますよね。まあそうだな、まあ、一番いいのは金額と誠意がついとけばいいけど、ね、うん、そうなんですよ。いや、まあ、でも日本ハムもそれ相応の誠意はお金でも見せると思うよ、うんうん、やっぱりよく頑張ってくれたしね。マルティネスはね春先悪くて、うん、本当新庄監督がよく我慢したなっていうぐらい、ずっと4番とかでも使ってましたね。まあそれで我慢しながら外しながら最後まで持たしたけどさ、彼もね頑張ったし腐らなかったし、でレースも最初どうなるかと思ったけども、やっぱあそこまで力を引き出してきたっていうのは、やっぱ両方ともやっぱ監督に感謝してると思うよ。そうですよね、うん、でもかといって新庄監督は誰にでもそういうなんて言うんでしょう、あのことではなく、やっぱ厳しい面も持ってるので、うん、もちろんスティーブンソンは、ね、残れなかったですけれども、活躍して頑張ってる選手にはやっぱりそういう風に戦を見せるっていう。スティーブンソンは俺打つと思うけど他の球団取ってほしいと思うけど、本当に間が悪い選手っているんだよ。あの波に、ね、ラッキーに乗り切るんですよね。そうそう、ファームが上がってきました、うん、ね、第一戦がもう相当、あ、誰だった、佐々木朗希だったかな、あ、佐々木とか、はい、当たっちゃうんですか、もう当たっちゃうんだよ。ちょっと運もなかったとは思うけど、 でも実力はね俺は彼はあると思うんだよね、うん、だから他の球団取ってあげてもいいと思う、うん、ぜひどこか球団、まあ、日本ハムではねチャンスはなかったけども、はい、まあいいと思う。そうですね、はい、目指すところはもう日本一っていう風に、まあそうだな、言っているので、まあ、楽しみだけどね、どんな言葉で、あとどんなパフォーマンスなどで選手たちが楽しく優勝に向かっていけるのか。まずねクライマックスのね初戦、うん、誰を持ってくるか、はい、ロッテ戦ですか。ロッテ戦、これはね、うん、見るべきところがあるかも分かんない。ロッテ戦誰か、そしてソフトバンク戦の初戦も思い描いた時に誰なのか、そういうことも。新庄監督は逆算してるからね、はい、日本一になるためのファーストステージで負けてもセカンドステージで負けても一緒と思ってるからね、うん、負けは、はい、うん、だから日本シリーズに出れないと意味がないって思ってるからね、うんうん、だからまあそこら辺どう手を打ってくるか、はい、まあ、楽しみです。はい、はい。